写真拡大。阪神青柳晃弘投手26が18日、神奈川相模原市の特別養護老人ホーム相模湖緑の丘を訪問。関東に住むお年寄りも最後まで中継で試合が見られるよう、テンポのいい投球でマウンドに長生きすることを誓った。テンポがいいんだったらいいけど、早期降板はちょっと嫌なので、かっこ笑い。3回降板とかにならないように、早期降板以外で早い試合をしていけたら、施設が母校である帝京大野球部の寮の前にある園で入団前から毎年訪問。入居者約20人と1時間にわたりゲームやサイン会で触れ合った。僕が毎週投げるんだったら、毎週それを楽しみにみんなに見てもらえたらすごく嬉しい。これだけ応援してもらえるのは僕の励みにもなるので、と笑顔を見せた。柳井桃子。